ここで、ようやく50社目の面接か。今日こそ受かってやるぞ。ブラックワールド。俺の名前は山口。あの名門大、レーナ大学出身のエリートだ。ちょっと前に情報商材に手を出してしまった結果、多額の借金を抱えてしまった。しかしつい最近、ようやく借りていた金を完済することができた。やった、やっと完済した。よかったね、あんた。やった、これであのきつい工場のバイトをしなくて済むんだ。工場のバイトをやめちゃうの？結構お給料よかったんだ。へえ、何言ってんだババア。俺様は高学歴エリートだぞ。あんな臭くて汚くてきつい 3K の工場でいつまでも働けるわけねえだろ。でもせっかく働かせてもらえてるんだから、せめて次の就職先が見つかるまでは。黙れ。高学歴エリートの俺がなんで低学歴と一緒に仕事しなきゃいけないんだよ。でもせっかくの高学歴も今はあんまり役に立ってないんじゃ。黙れ。俺の学歴をもってすれば簡単に就職なんてできる。口うるさいババアの話を無視して俺は工場のバイトを辞めた。俺は高学歴にふさわしい仕事に就くんだ。やっぱり高学歴っつったら IT 系のでかい会社だよな。よし、とりあえずこのゲーム会社に応募してみよう。俺ゲーム好きだし。早速俺はゲーム会社に履歴書を送った。しかしお祈りメールが届くだけだった。なんだよ、俺の学歴欄を見なかったのか。センスのない会社だぜ。どうせそのうちこの会社潰れるだろうな。まあいいや、次。俺は再びゲーム会社に応募してみた。しかし結果は同じ。お祈りメールが届くだけ。なんでだ、俺の学歴を見てもみんなすごいと思わないのか。何度も応募してみてようやく分かった。ゲーム会社に就職するには高い技術力が必要だ。いかに高学歴といえど専門的な知識があるわけじゃない。俺はゲーム会社は諦めることにした。ふん、俺の天才的な頭脳はゲームを作ることよりもっと有効な使い方があるんだ。他の会社も見てみることにしよう。専門的な知識が必要な IT 系の会社は避けるようになった。代わりに有名な工業系の会社に応募してみることにした。ふんふんふん、俺は工場で長い間アルバイトをしてたからな。しかも天才的な頭脳もある。間違いなく内勤になって工場で働く無能どもに指示を飛ばす側になれるだろう。そう思い俺は意気揚々と履歴書を書いた。まったく、履歴書ってのはどうしてこう書くところが多いんだ。めんどくさすぎるぜ。俺は書き上げた履歴書を送った。すると面接をすることになった。やったぜ、さすが俺様だ。やっぱり学歴が良かったからだな。俺はすぐに日程を組み、面接を受けに行った。あなたが山口さん。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いかにも頭の悪そうな面だ。こんな奴に面接をさせるなんて、この会社意外とレベルが低いのかもな。素晴らしい学歴をお持ちですね。いやいや、それくらい俺の力を持ってすれば当然ですよ。しかし長い間工場でのアルバイト経験があるようですね。これは一体。それは借金があって。借金？実は母親が借金を抱えていて、それを肩代わりしたんです。本当は俺が借金を抱えたんだけどな。ま、相手はバカそうだし、騙せる。なるほど、そういうことでしたか。では死亡理由をお伺いします。え？あんた頭悪いんですか？死亡理由ならそこに書いてあるでしょう。いや、あんたもしかして字も読めないくらい頭悪い？くー、これでよく面接官なんてできたな。
ちょっと山口さん、今は面接中なんですが。だからなんすか？どうせ俺入社は確定でしょ。これだけの学歴があるんだから即戦力でしょ。確かに即戦力ではあるが、学歴は関係ありません。うちに入社したらまずは工場内の勤務になります。何？山口さんは長い間現場にいた経験があるので即戦力になると思って面接を組んだんです。ふざけるな。俺は工場勤務なんかしない。このオフィスで働けると思って面接に来たんだぞ。オフィス勤務になれるのは工場内スタッフになってから数年、さらに特殊な試験などを受けてそれに合格する必要があります。なんだと？募集要項にはそんなこと書いてなかったぞ。山口さん、それくらいこの業界なら当然なんですが。うちのことをよく調べずに面接に来たんですか？黙れ。低学歴のくせに俺を見下すような発言するんじゃねえ。今日のところはお引き取りください。結果は後日お送りします。まあ分かりきってると思いますけど。おい待て、話は終わってないだろうが。強制的に面接終了させられてしまった。くそ、低学歴のくせに俺を見下しやがって。しかも工場内勤務だと？冗談じゃない。俺は肉体労働がしたくて応募したんじゃない。その後も俺はいろんな企業に応募しまくった。バイトを辞めて金がない。ババアは小遣いをくれなくなってしまったし、なりふり構わず応募し続けた。しかし。お帰りください。今日のところは。山口さん、人を見下すような話し方やめた方がいいですよ。どの会社も俺にひどいことを言うばかり。せっかく面接まで行っても俺が悪いみたいな言い方をするやつばかりで、話をまともに聞こうとしない。ここでようやく50社目の面接か。今日こそ受かってやるぞ。あなたが山口さんですか？どうぞどうぞこちらへ。はあ、ではまずは志望理由を。だから志望理由はそこに書いてあるっつってんだろ。字が読めないのか、面接官つうのは。山口さん、どうしてどいつもこいつも高学歴の俺を採用しない。こんな理不尽な世の中でいいのか。山口さんは学歴をとても重視しているんですね。当たり前だ。こんな高学歴なのにどこも採用しないんだから、どいつもこいつもバカばかりだぜ。どうやらうちに応募する前にいろんな会社に応募しているようですね。それじゃあ私から一つアドバイスを。アドバイスだと？低学歴そうに見えるお前が俺に？ふざけるな。低学歴？私ブラック大学を卒業していますけど。え？ブラック大学って俺が卒業したレイナ大学よりさらに上の？あなたより高学歴の私のアドバイスなら聞けますよね。まずあなた、学歴だけで勝負しようとしすぎです。もう30過ぎなのにまともな職歴もなし。そんな状態でまともに就職できると思う方がおかしいです。それと学歴に固執しすぎて面接官に対して舐めた態度、これもよくありませんね。自分のことをもっと客観視して面接に臨まれた方がいいですよ。というわけで、面接どころかお説教になってしまいましたが、高学歴だと言うなら面接の結果はもうわかりますよね。お引き取りください。今日はありがとうございました。俺は泣きながら走って家に帰った。自尊心がボロボロにされて、もう面接を受けたくなくなった。あんた、面接はどうしたの？あんた！ババアが俺の部屋を叩いてるが、もう知らねえ。どこで間違えたんだ。世の中、俺よりバカな奴でいっぱいのはずなのに。高学歴になれば、人生安泰だと思ってたのに。ここまで見たお主らは見込みがある。
チャンネル登録をしていくがよい。